どうもこんにちは、トラゾーです。今日は今シーズンからタイガースでプレーするビーズリー投手について話していきます。今シーズンからタイガースでプレーするビーズリー投手は、シーズン序盤は主に中継ぎでの登板がメインでした。それもビハインドで登板する機会が多かったビーズリー投手は、先発陣に疲れが見えてきたシーズン中盤から先発として調整することになりました。先発転向後の2軍戦では無失点で抑えるなど、素晴らしい先発デビューを果たしました。6月16日1軍先発デビューを果たすと、その日は4回1失点の好投を見せ、3度目の先発となった8月3日には6回途中1失点で見事来日初勝利を収めました。実はこの2日前、ビーズリー投手には第1子となる男の子が誕生していました。奥様の出産に立ち会えたそうで、僕は比較的感情的な人間ではないですけど、自分の子供を見た時は涙が出てきました。子供と奥さんがそばにいて感動しました、とコメントしています。ビーズリー投手は治療の部屋などでも鼻歌を歌いながら誰にでも笑顔で挨拶したり、チームメイトにも毎日のように丁寧に変化球の投げ方などを教えているそうです。森木や佐藤蓮のカーブ、僕も投げてみたいと思ったんだ。彼らとは何でも教え合えるいいチームメイトになりたいんだ。自らチームへもっと馴染もうと、このようなコメントもしていました。そんな誰からも愛されているビーズリー投手は、さらに頼もしいコメントをしています。自分がやることはチームの勝利に貢献すること、クローザーをやれと言われたらやりますし、クリーンアップで打てと言われたらそれも自分の役割だと思っている、チームに求められていることをやることがここにいる理由、と頼もしすぎるコメントをしています。野球選手としても素晴らしい人柄の持ち主ですが、一人の男としても素晴らしい人間です。ビーズリー投手は、家族が僕のすべて、家族があっての野球でも、野球が自分の仕事だと理解のある奥さんに恵まれたことも幸せ、と話しています。野球は家に持ち帰らず、家ではお父さんになりきっているそうです。残念ながら前回登板では負け投手となってしまいましたが、あの直球とスイーパーはとても魅力的です。ファンからもチームメイトからも愛されているビーズリー投手、絶対に来年も残ってほしい選手の一人です。以上、ビーズリー投手の素晴らしい人柄についてご紹介させていただきました。僕も個人的に大好きな選手の一人なので、これからも活躍を期待しています。最後までご視聴いただきありがとうございました。